こんにちは、レアーレのみゆです。今日は珍しく一人でカメラ回してます。中古車販売、買取、カスタム、車検はレアーレまで。ちょっと不慣れなんですけど、今日はカローラスポーツ、レアーレはノブレッセ正規代理店ということで、こちらの紹介をしていきます。はい、まずこちらのカローラスポーツのスペックなんですけど、まず年式が平成30年の12月、ほぼ平成31年で、走行距離が 4.5 万キロ、ちょっと走ってるんですけど、比較的 4.5 万キロの割には状態いいです。内装とか特にめちゃくちゃ綺麗で、はい、後で紹介していくんですけれども、次にグレードなんですけど、こちらはGZ っていうグレードですね。で、次に車検が令和7年の12月、はい、と修復歴についてなんですけれども、こちらもちろん修復歴はございません。と、気になるのですね、一番、マニュアルかオートマかっていうことで、こちらは6速ミッションになってます。はい、6速ミッションですね。ということで、スペックの紹介は以上になるんですけれども、次に車の紹介ですね。もうご覧の通り、めちゃくちゃこれやってあって、しかもカスタムだけじゃなくて、もうチューニング系もやってあるので、はい、紹介していきます。で、まずこちらのカローラスポーツなんですけど、こちら元クスココンプリートのデモカーになっております。なので、もうクスコのパーツがフルで装着されているので、めちゃくちゃ贅沢なカローラスポーツになってます。ということで、まずフロントから紹介していきます。はい、じゃあまずフロントなんですけど、はい、こちらクスコのフロントスポイラーですね。はい、結構ゴテゴテしてなくて、スタイリッシュシンプルなエアロになってます。じゃあちょっとサイドもいっちゃいます。はい、じゃあこちらがサイドステップになってます。こちらもクスコですね。横から見ると、はい、こんな感じ。こちらも結構シンプルで、まあ前側と後ろ側でちょっとデザインが入ってるサイドステップになってます。じゃあ次にそのまま、はい、リアのアンダースポイラー、こちらもクスコのものになってまして、で、これおしゃれなのが色分けされてるんですね。ここが純正のバンパーとマッチするようなデザインになってまして、やっぱりディフューザーは黒の方がかっこいいと思うんで、ここはちゃんと純正に沿うように色分けしてあって、ディフューザーのところもね、かっこよく仕上がってます。はい、ということで、エアロー3点のクスコのフルエアロになってます。じゃあ次、最初フロントからって言ったので、またフロント戻りまして、次にこちらですね。多分カローラスポーツ詳しい方ならあれってなると思うんですけど、はい、これ北米仕様のエンブレムグリルに変わってます。普通だと、はい、今これトヨタのマークになってるんですけど、純正のカローラスポーツってエンブレムトヨタじゃないんですよね。なんか お花ついてるっぽいのエンブレムになってるので、はい、こちらもエンブレムが変わってます。こういう結構細部までこだわってあるので、シンプルめで、はい、仕上がっております。じゃあ次にサイドいきますね。じゃあ先ほどエアロは紹介したので、はい、こちらですね。こちらもクスコのワイドフェンダー、横から見るとこんな感じ。リア側もついてます。結構これ横から見ると純正のフェンダーより出てるんですよね。デザインも結構ごつくて、はい、まあ好みは分かれるかなーってところなんですけど、他が結構エアロとかもシンプルなので、結構まあこんだけごつくてもそんなに違和感なくついてます。あとエアロもフルエアロでついてるので、まあ、マッチするかな。
はい、じゃあ次に、はい、ホイール変わってます。こちらは SSR の GTX04 っていう軽量ホイールです。で、こちらほぼほぼ走行してないので、まあ、新品ではないんですけど、まあ低走行のものなので、もう状態がめちゃくちゃもうほぼ新品みたいなね。はい、こんな感じで傷がなく綺麗です。で、こちら左の前側、左の後ろ側、右の後ろ側、右の前側、もう全部ガリ傷なくて本当に綺麗。しかもね、色も真っ黒じゃなくてガンメタみたいなね色になってて、おしゃれな、しかも軽量ホイールっていうね。はい、次に見えるかなー、あ、見えますかね、この青いのなんですけど、青と言ったら、まあ、こちらもクスコのね車高調入ってます。で、こちらは新品のフルタップの車高調になってます。じゃあ次にこちらですね。結構まあゴツめなリアウィングがついてるんですけど、こちらはクスコのリアウィングになってます。色はブラックですね。結構ウィングがボディ同色にしずに相手のブラックに塗られる方多くて、こうブラックの方が遠くから見てそんなに主張しずにでもスポーティーみたいな感じで、私も黒の方が好みなんですけど、こちら黒になってます。はい、で次こちらはマフラーで、はい、富士壺ですね。みんな大好き富士壺マフラー、もうここがかっこいいなって思ったんですけど、センター出しマフラーのカーボンフィニッシャー、はい、カーボンのフィニッシャーがついてますね。センター出しがねめちゃくちゃかっこよくて、はい、いやースポーティーだよねっていうマフラーがついてまして、気になる音はちょっと後でお楽しみで、はい。で、外装がこれだけじゃなくて、これクスコの元デモカーなので、もうこんだけじゃなくて、なんとボディ合成パーツもフルでついてて、まずはフロント、センター、リアのパワーブレース3点ついてて、あとはフロントとリアのスタビライザーついてます。もうフルでカスタムも、しかもボディ合成もしてあって、かなり走りの車になってます。あともう一個ね、大目玉なのが、はい、クスコのなんと LSD デフですね、入ってます。なのでこのカローラスポーツもうサーキット走れる車になってるので、まあ気軽にちょっとサーキット車欲しいなーって方、プラスカスタムしてある車欲しいなーって方にめちゃくちゃいい車になってます。はい、じゃあ次に内装いきまーす。はい、内装はこんな感じでーす。うん、黒で閉まってるっていう感じで、こういうねシートとかパネル類とかにも赤ステッチ入ってて、まあちょっと赤入ってるのでスポーティーさ出しつつ、まあシンプルめでおしゃれかなーって感じですね。で、結構この辺とか、まあ若干はやっぱり傷入ってるんですけど、4.5 万キロですよ。の割には全然、まあここもちょっと入ってるんですけど、すごく綺麗で、シートとかもね、やれてる感じ全然なくて、まあ内装の状態で言ったら1万キロ台とかでも全然こんぐらいだったら綺麗かなーって感じですね。なので 4.5 万キロのスペックの割に内装めちゃくちゃ綺麗です。で、1個、はい、フロアカーペット、フロアマットついてないんですけど、ちゃんと納車時に新品お付けするのでご安心ください。買い足す必要ないです。じゃあ次に内装、カロッツエリアのナビついてます。ちょっと電源つけてみますね。これはディスプレイオーディオじゃなくてナビ機能がついてるナビですね。見えるかな。 DVD、CD も入れれます。とバックカメラもついてます。まあバックカメラあると安心ですよね。結構やっぱりバックカメラはつけられたいって方多いので、まあ追加で買い足す必要性ないのでもういいかなーって感じですね。 ETC ついてまーす。なので
ナビ、ETC ついてるので、まあ、あとは、ドラレコが、今の時代はちょっとあった方がいいとは思うので、ドラレコをつけちゃえば、もうあと買い足せるもの、そんなにないかなって感じですね。はい、では、お待ちかねのマフラーサウンド、どんな音するんでしょうね。ってことで、聞いてみましょう。こんな感じの音ですね。結構富士坪さんのマフラーはどの車種も重低音結構低めの音で、私的にはすごく好みです。はい、ということで内外装を含めて紹介させていただいたんですけれども、まあこれの大目玉といったらやっぱりクスコのコンプリートもっとデモカーっていうのと、あと LSD が入ってるっていうカローラスポーツになってるところで、まあこんだけふんだんにやってあるのでいくらするんだろうなっていう気になる価格なんですけど、気になる価格は、はい、お問い合わせください。